はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、こちら4ポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港さんの方にね、お邪魔させていただいております。まあこちらのね、動画は特段撮ってなくて、昨日夜はね、ライブだけお届けさせていただいたんですけど、本日3月18日はですね、アイアドの合宿ということで、これからホテルインディゴ犬山浦健さんの方にですね、向かっていきたいなというふうに思います。まあ名鉄さんでね、1本でね、まあ多分1時間半ぐらいかかるので、名鉄特急でね、向かっていこうかなというふうに思います。ということで、早速、向かってまいります。行ってきます。And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. はい、ということでですね、ホテルインディゴ犬山浦健さんの方にね、到着いたしました。1年ぶりですね。変わらずという感じです。ああ、めちゃめちゃいいですね。じゃあね、入っていきたいなって思います。はい、犬山城もね、いい感じで、今日ね、午前中降ってた雨も今ちょうどね、到着したタイミングで止みまして、非常にいい感じです。ただ、14時ぐらいにね、到着予定だったのが、今ねまだ13時過ぎなので、チェックインができるかなっていう感じですけど、まあちょっとね、早めにね、行ければなというふうに思います。はい、アレ君は電車でね、お昼寝して、すっきりですね。はい、よかったかなと思います。そうね、はい、ということでね、チェックイン手続き行っていきたいと思います。はい、まあ、久しぶりにこのビューね、見ることができましたね。素晴らしい。はい、それじゃあね、ちょっと接近手続き行っていきたいなと思います。意外と人はね、少なくていい感じですね。こちらがね、IHG のメンバーのチェックインデスクとなっております。はい、デスクもなんかこんな絵が描いてあったんですね。全然記憶にない。覚えてらっしゃらないです。よし、できてます。はい、ということで本日ね、4階のお部屋アサインいただいてまして、445ゴスというお部屋でございますね。こちらね、左手でございます。いやー、懐かしいですね、本当にね、1年ぶりっていう感じですけど。はい、レイ君ストップです。ここです。本日ね、こちらの445号室ということで、もうお部屋ね、ご準備いただいてるということです。ありがとうございます。室内大丈夫なので、もしあれでしたら荷物だけ置いていてもらえれば。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。はい、本当だね。はい、ということで本日はこちらのね、お部屋にアサインいただいております。ありがとうございます。角部屋ではね、なかったですけど、十分いい場所じゃないかなと思いますね。はい、いやー、いい感じです。ということで早速ね、ルームツアー行っていきたいと思います。はい、それではですね、見ていきましょう。本日はですね、こちらですね、エレベーターホール出て左手側の445のですね、国宝犬山城ビュープレミアムツインというお部屋にね、アップグレードいただいております。ありがとうございます。はい。まあ、ここから先ね、ちょっとスイートですね。はい、大きい部屋。ここら辺のね、コーナーとかめっちゃいいですけどね。はい。で、玄関ですね、こういう感じのね、淡い色のウッドが使われてて、まあ、やっぱりね、この色合い使っていると広くね、感じますね。で、入って右手ですね、すぐ水回りなんですけど、こういう風にね、間仕切っていただくことができます。で、ここら辺もね、非常にこだわりがね、ある感じですね。はい、ちょっとレイ君の上着をね、しまったら挟まってますね。はい、
で、右手がですね、水回りでございます。はい、こちらがね、お手洗いですね。はい、壁紙なんかもめちゃめちゃおしゃれじゃないですか。ね、こんな感じ。このね、ゴミ箱ですらも、ちゃんとね、こだわりがあるものをね、使っております。まあ、自動でね、開くタイプのウォッシュレットではございません。はい、まあ、こんな感じのウォッシュレット。自動でね、こう、扉はね、閉まる感じですね。はい、で、そしてね、洗面所でございます。はい、まあ、こんな感じで、グラス類とか、タオル。そして、こちらのね、バイオロジーというね、ホテルインディゴ、箱根強羅さんもね、これ使ってるっていう感じですね。はい。で、こちらですね、下の方にバスタオルとゴミ箱と、体重計がね、あるといった感じです。はい、ここはね、取っ手なんですけど、引き出しとかではございません。で、こちらの右手側の方にですね、はい、コンセントがありまして、ドライヤーとかのコンセントはこちらですね。で、この中ね、開けていただきますと、このように歯ブラシだったりとか、シェーバーとかね、アメニティ類がございます。はい、こんな感じですね。で、こちらにティッシュとドライヤー。で、この上に拡大鏡がね、あるという感じです。まあ、スペースね、非常に有効活用されてますね。はい。で、ドライヤーにつきましては、ちょっとね、開けていきましょう。はい。こちらのね、サロニア製のドライヤーとなってまして、ツヤ消しのね、ブラックではなくホワイト。おしゃれですね。はい。もうすごいね、触り心地もツヤ消しの感じでね、触り心地もいいです。はい。こんな感じですね。水回りもね、シンプルですけど非常におしゃれ。レイ君は早速ね、あそこの歯車にね、反応してました。はい。で、バスルームね、こういった感じになってます。まあ、結構ね、清潔感があって、この下のね、床もウッド調になっててね、いい感じですね。椅子があって、そして、シャンプー、コンディショナー、バスウォッシュが、バイオロジー製のね、ものがございます。で、こちらね、シャワーとかはボタンタイプなので、わかりやすい。上にはですね、ちゃんとレインシャワーも結構高打点からね、降ってくるやつですけど、はい、こちら押して、はい、まあ水圧、申し分ないですね。このボタン式やっぱいいですね。ホテルザ三井さんとかね、メズム東京さんとかもね、利用されてますね。はい、まあこんな感じで枕なんかもね、置いてございます。まあ、十分ね、ゆったり入っていただけるんじゃないでしょうか。はい。では、出まして、で、バスローブとかね、一応こうやって、かけていただくね、フックなどもございます。そしてこちらね、出て右手に姿見の鏡がありますけど、これね、扉となってます。こちらの中はね、収納となってますね。はい。で、こちら、バスローブであったりとか、上に予備のね、枕があったりとか、はい。そして、セキュリティボックス、セーフティボックスがね、このようにございます。で、ここもね、一見なんか複雑な感じなんですけども、こういう感じ。はい。これがね、浴衣ですね。はい。そんな感じで。まあ、ここはね、温泉に行くまではこれは利用していただくことはできますけれども、レセプションだったりとか、レストランでは利用はね、できませんので、あくまでお部屋と温泉までという感じです。そして、こちらがね、ルームウェアとなってます。はい。いいですね。L サイズ、M サイズといった感じで。で、アイロンだったりとか、シューブラシとかね、靴べらがあって、で、こちらのね、下駄、セッターみたいなもので、温泉とかね、利用していただくことが可能となっております。扉はね、これ1枚扉なので、どちらか開けるとね、1個だけっていう感じですね。はい。で、こちらの方にですね、羽織るものがね、あったりしますね。はい。まあ、ゆったりサイズなので、私でも十分かなと思います。そしてアイロン台がございます。そして荷物置く台があったりとか、スリッパですね。はい。まあ、こんな感じのスリッパ。ふわふわになってますね。はい。こんな感じです。では、メインのね、主寝室でございます。はい。レイ君かなりまったりしてますけど。まあ、やっぱりね、おしゃれですよね。犬山城の絵が描かれてて、はい。こういったね、間接照明とかもめちゃめちゃおしゃれですね。で、電話機があって、ティッシュ。そしてこちらに USB-A が2箇所とコンセントが1箇所と、あとはね、こちらのライトのコントローラーがございます。で、こちらの方は常備灯がね、入ってございます。この下は開かないのかな？カラーですね。はい。こんな感じです。今日はね、ツインベッドっていう感じですね。はい。で、そうか。こちらの方にエアコンのね、パネルがございます。
それではテレビの方ですね、まあ、こちらルームサービスとかはね、ここからオーダーねしていただくことができるといった感じですね。はい、ルームサービスとかね、はい、まあ、こんな感じでインルームの7時から10時とか、で今ね21時がラストオーダーっていう感じにね変更になってます。今まではね22時っていう感じだったんですけど、変更にはなっているという状況です。そして戻っていただくとですね、こちらね混雑状況なども見ていただくことができますので、はい、レストランの混雑状況であったりとか、フィットネスのね、混雑状況であったりとか、今ね、空いてますよ。そして大浴場の混雑状況とかですね。今はね、時間外ですということですね。はい、見ていただくことができます。はい、温泉はね、24時まで入っていただくことができます。はい、そして大型のね、空気清浄機があったりとか、このテレビのね、パネルのところも非常にね、おしゃれ。ね、こういった感じの使われてたりしますもんね。はい。こだわりがありますね。はい。で、ゴミ箱があって、ミニバーのね、コーナー。はい、こんな感じでございます。ちょっと私のカメラね、お貸していただいておりますけど、はい。こちらのね、茶器、急須があったりとか、このね、湯飲みジャーもめちゃめちゃおしゃれ。はい。前ね、なんか、マグカップがトトロだった記憶があるんですけどね。はい。おそらくここにね、お茶がね、入ってるんじゃないかなというふうに思いますけど、どんな感じかな。あ、はい、こんな感じのロンネフェルトでしたね。はい、おしゃれなお茶が入っておりました。はい、そしてこちらね、ネスプレッソマシンがあって、ポーションが4種類、1個ずつで4個ございます。で、お水でございます。そしてね、ルームキーとかウッド調のね、こういう感じになってますね。で、こちらのね、ルームキーではなくて、こちらの紙をね、持っていただくと、裏剣の方にね、無料で入っていただくことも可能です。そして、足元の方には、冷蔵庫ですね。これは有料ですけれども、こんな感じでね、入ってございます。まあ、十分ね、メニューはあるんじゃないかなと思います。そして、はい、こういったね、お菓子とか、おやつ類がございます。で、こちらの下の方には、電気ケトルですね。はい、こんな感じでございます。どこ製だろう。アイリス大山製ですね。はい、やっぱり愛知県ということなんでしょうかね。はい、ここら辺もね非常におしゃれで、ジンとかねウイスキーとか、まあ、こんな感じで置いてございます。こちらミニバーのね、はい、料金表などもこちらに刺さっております。この下は、はい、空でございます。中もねピンクで非常におしゃれですね。はい、ミニバーねこんな感じです。そしてレイ君まったりしてますけど、まあ、このね、テーブルなんかも非常に可愛いですし、この椅子なんかもね、色がまたいいですし、スウェード調でね、かなりいい感じですね。どう？座り心地いい？はい。そして、こちらね、はい、ウェルカムおやつ。犬山名物の藤沢げんこつ。これなんでしょうね。きな粉。はい。お餅かなんかなんでしょうかね。何なんだろう。ね、レイ君が早く食べたがってますけどね、後で見てみようね。絵もね、書いてありますね。おう。はい、ということで、総支配人様からですね、メッセージをいただいております。ありがたいですね。はい。で、こちら側のですね、ベッドパネルにも、なんかこけしみたいな感じのね、間接照明があって、非常におしゃれですね。で、BOSE のワイヤレススピーカーがあって、こちらの方にも USB-A がね、2箇所と、コンセントが1箇所。はい、ございます。時計もね、かわいい。こっちはね、引き出しではないですね、特にね。はい、こんな感じでございます。ね、ここら辺も、襖みたいな感じですけど、これデザインなんでね、動きはしませんけどね。はい、いかがでしょうか。ここら辺もね、凝ってますよね、ウッド調みたいなね。で、カーテンもね、このようにございますけど。天井もね、やっぱ高いですよね。はい。なので、圧迫感はなく、開放的。お部屋の平米数としてはね、約35平米っていう感じなんですけどね。まあ狭くは全く感じないですね。十分。はい。そしてこちらの窓もね、非常に大きくて、やっぱりこの景色ですよね。はい。唯一無二じゃないかなと思います。今もね、犬山城をね、登ってる方いらっしゃいますね。はい。で、はい。こういったね、ソファーがありまして、本日はこちらのネイバーフット側のね、お部屋となっております。下ね、こんな感じで水が張ってまして、雨もね、上がっていい感じですね。はい。
で木曽川もね綺麗に望むことができて犬山城も見れて、温泉はねあちら側のね塔にございますといった感じですね。はい、非常にいい感じでございます。いかがでしょうか。本日はこちらでですね一泊させていただいて、夜はね私のライブをお届けするとともに、アイアンドメンバーともですね本日はライブをお届けさせていただく予定でございます。はい、いかがでしょうか。はい、それではね Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います。いってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード下りが 18.37Mbps、 アップロード上りが 50.74Mbps となってまして、ちょっとなんか不安定な感じしますね。ストリーミングなどもちょっとね落ちてる感じですけども、どうだったかな、前回もなんかあんまり Wi-Fi 速度はそんなに出てなかった印象だったかなと思いますね。はい、はい、ということですね、本日こちら、はい、ホテルインディゴ犬山浦健さんの方にですね開業日以来お邪魔させていただきました。いや久しぶりに来ましたけどね、まあ本当雨もね上がって最高ですね。よかったです。そしてこちらね支配人様からもお帰りなさいませということでメッセージねいただいております。ありがとうございます。でこちらの方ですねご案内などもね、いただいておりまして、はい、レストランがですね、やっぱりね明日はねほぼ満室という状況でございまして、4部制のね朝食という感じになってますね。まあちょっと時間につきましてはね明日はちょっとご相談させていただこうかなと思います。で温泉につきましては15時から24時までね入っていただくことができます。そしてですねバーにつきましては17時から23時、インルームダイニングが21時までという感じで、フィットネスはね24時間やっております。はい、でこちらのね紙ですね、ルームキーとこちらの紙を持っていただくことによって浦健さんの方に無料でね入っていただくこともできると、いった感じでございます。まあその他ですね今回はイージャン愛知旅キャンペーンとかもね利用させていただいております。じゃあね早速このちょっと原骨のやつちょっと開けてみましょうかね。どんなのかな、これめっちゃおしゃれじゃないですか、箱もほらこう渦巻いてるやつがこうやって開きます。テイク見て、お菓子じゅーん、なんだろう、あ、きな粉があったおせんべい、やっぱりげんこつなんですね。おせんべいですね、きな粉がまぶされたおせんべいという感じです。まあ、ちょっと手汚れそうですけど、レイ君食べたがってたので、これもねいただいていきたいなと思います。でお水なんかねあんま記憶なかったです、こんな感じだったんですね。はい、パック式のねお水という感じで、うん、お水、はい、ということで、まぁ、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、まぁ、館内散策なども進めながらですね、まぁ、今日はアイアドメンバーともね、もんちゃんだったり、ももさん、パンダさんとも合流する予定もありますんで、まぁ、そちらの方ね、収録しながら、私の動画の方も、撮っていければなというふうに思います。ということで、楽しんでいきたいと思います。はい、こちらね、外の方にやってまいりました。雨もね、上がって、本当にね、いい感じです。中庭ですね、こちらね。なのでこの上ですね、ちょっと見えづらいんですけど犬山城がねございます。まあこれねルートになってまして、いろんなね、石像なんかもね置いてあったりしますね。はい、こんな感じです。いやー非常にいいですね。レイ君も非常にね気に入っているみたいですね。レイ君ここのお家どう？はい、こちらがですね裏手口の方でございます。ここからですね犬山城の方にね向かっていきます。はい、ということでね今せっかくなので雨が上がっているうちにですね犬山城の方にね向かっていこうと思います。はい、こちらねまっすぐ行っていただくと城下町でですね旅歩きとかはねこちらがいいのかなというふうに思います。で右手の方がですね犬山城の方ですね。はい、ではねまず犬山城の方ね入り口ぐらいまでちょっと見たいなと思いますね。はい、こちらを上にね上がっていくところですね。はい、で上の方にですねこれ犬山城がね今見えるところ でこちらね国宝犬山城ということで石がね出ております。はい、こんな感じでですね犬山の米で作ったバームクーヘンとかねございます。ここはあれですね桜とかねもっと咲いてる時期だったらもっといいかもしれないですね。はい、まあ、こんな感じでですねなんか可愛い感じのお店もありますね。こんな感じで飛騨牛のね握り専門店とかもねありますね。すいません、これやっぱり犬山って言ったらハートなんですか？そうですね、ハート多いかもしれません。あ、そういうことなんですね。なるほど、ありがとうございます。すいません、
でもこれが使えるんだもんね。おお、こうやって出てくるんですね。お、2つですね。すごい。これ犬山はやっぱハートが有名なんですか。誰か知ってる人がいるかってことですね。入れませんので。はい、ということでね、今来ましたのでこんな感じいただいていきたいと思います。はい、じゃあね、いただいていきます。見てください、めちゃめちゃ美味しそう。うん、めっちゃうまい。柔らかいし生姜も効いててね、これいい。うまっ。食べ歩きもかなり美味しい。うん、すごく美味しい。乾杯。はい、ということでね、今お店の方に入ってですね、ちょっとね、いただいていきます。うまっ。鼻に泡がついちゃったけど、うまっ。うん、じゃあね、こちらのもち豚ドッグいただいていきたいと思います。結構ボリュームがあります。これ一口で食べれるかな。いただきます。うん、うん、かわいいね。やばいなやつだね、これは。はい、ということですね、こちらの食べ歩きね、終わりまして、もうめちゃめちゃ楽しかったですね。8時半。とりあえずね、雨も上がっていい感じです。これからとりあえずホテルの方に戻ってね、ちょっとゆっくりしていきたいなと思いますけど、まあちょっと温泉入ったりとかもね、いいかなと思います。ということですね、まあ、こんな感じでね、浴衣も準備整いましたので、これからね、レイ君と温泉の方にね、入っていきたいなというふうに思います。行ってまいります。お願いします。イエス。はい、温泉ね、めちゃめちゃ最高でした。ちょうどね、温泉行く時にもですね、まさかお隣さんがね、視聴者さんでですね、お声掛けいただいてね、ご挨拶することができました。こんなこともあるんですね。いや、温泉もね、まあ、夕飯時だったっていうこともあるかもしれませんけど、めちゃめちゃね、空いてて、うちとですね、まあ、パンダさんと、あと2組、3組ぐらいかなっていう感じですね。はい。なので、広々ね、利用することができました。もう今ね、犬山城もライトアップされててですね、まあ、ちょっとこれでね、綺麗に映すことできないんですけど、まあ、こんな感じでね、見ていただけますけど、まあ、ライトアップされててもね、結構いい感じですよね。はい。ということでね、これから、インルームダイニングをね、オーダーさせていただいて、まあ、ちょっとね、夕飯食べていこうかなと思います。はい、今ですね、ももさんのお部屋の方でですね、ゴチバトルが急にね、始まりまして、夜ご飯はゴチバトルになりました。はい、行きますね。こ、うん、んな感じ。マスターですね。行きますよ。はい、せーの。おー、待って、すごい。まず価格が。これはやばいっす。6000円からだっけ。これとこれか。まあ、お値段予想も含めていきたいと思います。はい。
これ、うん、美味しいです。OK。こんな感じです。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。まあちょっとね、アイアドメンバーとゴチバトルをやりまして、その結果につきましては、アイアドのね、動画の方でぜひ見ていただければなというふうに思います。とにかくね、インルームも美味しかったです。で、今しがたですね、私お部屋の方でですね、私の方の短時間ではありますけども、ライブもね、お届けさせていただきました。そちらの様子につきましては上の方にね、アーカイブ出しておきますので、よかったらそちらの方も見ていただければなというふうに思います。ということで、これからはね、アイアドのライブをね、お届けさせていただく予定でございますけれども、まあそちらもアーカイブね、出しておきますけれども、とりあえず私の動画につきましてはまた明日の朝ね、朝食の方でお会いできればというふうに思います。いやー、結構忙しかった。やっぱりバタバタしますね。楽しかったですけど。はい。ということでまた明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。はい。おはようございます。いやー、ぐっすりね、眠ることができました。今日はね、もうめちゃめちゃいい天気でございます。はい。もう犬山城もね、綺麗に見ていただくことができます。で、今しがたですね、まあ、レイ君とですね、もう温泉の方入ってきまして、これから一本ね、アイアドメンバーで動画を撮ってから、朝食会場を向かっていきたいと思います。朝食会場がね、めちゃめちゃ並んでた。はい。4部制なんですけど、最後の4部に行くんですけど、ちょっとね、不安だなと思います。ということで、まあ、とりあえず動画撮ってね、朝食会場を向かっていきたいと思います。まあ、こんな感じで本日はね、めちゃめちゃ快晴でございます。もう青空。最高じゃないですか。はい。はい、今ね、1階の方にやってまいりましてですね、これからね、朝食なんですけども、まあ、4部制ね、完全にね、入れ替えでね、提供してるみたいですね。なので、まあ、入れ替えの時間までちょっとね、待つような感じですね。はい。とりあえずね、もうあっという間に席の方に今ご案内していただきまして、これからね、オーダーを取っていくという感じでございます。まあ、オーダーした後にですね、セミビュッフェ取りに行きたいなと思います。はい。そしてね、お子様用のカトラリーがですね、トトロですね。めちゃめちゃ可愛いです。はい。こんな感じで。で席もね、非常にね、いい席ご案内していただくことができまして、角のところでですね、このように、はい。犬山城もね、見ていただくことができる席となっております。はい、レイ君のね、リンゴジュース持ってきましたけど、めちゃめちゃね、器が可愛いです。はい、まあこんな感じでですね、サラダであったりとかですね、そしてこれの生ハムですね、そしてスモークサーモン等がございます。はい、あとね、シリアルだったりとか、パンですね、そしてマフィンなどもございます。そしてね、めっちゃ大きいクロワッサンとパンオショコラ。めっちゃでっかいんですよ、これ。手がね、こんな感じですからね。めちゃめちゃ大きい。はい、あとはね、メロン、バナナとかですね。こちらのハムとか、ローストビーフなどもございます。めちゃめちゃ美味しそう。はい、こちらね、グリーンスムージーね、お持ちいただいてます。ありがとうございます。はい、そしてレイ君用にね、ドーナツと、あとね、こちらクロワッサンとパンオショコラね、持ってまいりました。はい、今ね、和定食をお持ちいただいてまーす。夏すごい。はい、まあ、こんな感じでですね、和朝食をお持ちいただいております。あ、これがね、本当にボリュームが満点でね、すごいですね。はい、こちらレイ君のオムレツとかね、来ましたけれども、これのね、お皿もトトロの形になってるんですね。でもソーセージ。でもソーセージだね。食べたい。はい、こちらのね、ここは朝食来ましたよ。めちゃめちゃボリューミーな感じです。いただいていきましょう。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。もうね、もう付けに置ききれないぐらいの、ね、ボリュームなので、もうね、食レポはいたしません。もう皆さんぜひね、来ていただいて自らのね、体験していただきたいなと思います。じゃあ、いただいていきます。うん、うまっ。クロワッサン。うん。6時になった？ちょっとやらんで。2時50分。パンオショコラ。そうか。何そのギリな勝負。はい、それではですね、これから朝食もね、食べ終わりましたんで、裏クエンの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。いや、本当にね、今日めちゃめちゃ天気がいいです。はい、
こちらね、宿泊者であればね、無料で入っていただくことできます。国宝茶室、はい、裏拳ということですね。はい、入ってまいりました。エイクもこの砂利道がね、すごく石道、石畳っていうんですかね、砂利道か、はい、楽しいみたいですね。まあちょっとね、朝食食べてからのお散歩にはちょうどいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、こんな感じでね、茶室がありますんで、向かって進んでね、行きたいと思います。はあ、これが裏拳ね、こんな感じで、はい、まあ、ちょっとね進んでって、ぜひね皆様も直接ね、見ていただきたいなっていうふうに思いますね。はい、いや桜なんかもちょっとここは咲いてますね。綺麗ね、ピンクで可愛いね。はいね、すごい綺麗。まだどうですか、4部3部先ぐらいって感じでしょうかね。うん、気をつけて。ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、やっぱり美味しかったです。満足度が本当にすごかったですね。今ね、アイアドメンバーとも、アイアドの方の動画をね、締めを撮らせていただいてですね、今ね、お部屋の方に戻って、まあ我々もまだね、ゆっくりしますけれども、これから、身支度をしてですね、まあチェックアウトね、していきたいなというふうに思いますけども、まあ本当に開業日ぶりのね、ホテルインディゴ、犬山裏拳さんですけれども、やっぱりね、いいです。まあやっぱりこれだけね、今、マンスに近いぐらい稼働してるね、理由っていうのもやっぱりわかるなっていう感じもあります。まあ、ちょっとね、今価格がね、上昇の、兆しになってますんで、まあ、ちょっとね、加工してくるタイミングがもしあればですね、まあ、でもね、満足度はかなりあると思います。一般だとね、チェックアウトは11時みたいですけれども、まあ、やっぱり、IHG のメンバー以上であればですね、まあ一応リクエストベースにはなるとは言ってもですね、14時までの冷凍チェックアウト可能であれば、リクエストベースでお願いできると思いますので、まあやっぱりね、温泉ということもありますので、長くね、入れる方がいいと思います。まあただ、11時からですね、15時は温泉入れませんから、15時から24時っていう感じにね、なりますので、ちょっとね、その間だけ気をつけていただかないといけない。午前中はね、チェックアウトぐらいの時間までしかもう入れませんのでね。はい。まあ、ただお部屋でね、ゆっくり過ごすこともできるでしょうし、まあ、荷物ね、チェックアウトした後でも預けて、犬山城散策行ったりとか、するのもいいんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ぜひね、チェックしていただきたいなというふうに思います。で、あと、アイアドのね、動画の方でもですね、こちらのね、合宿の様子お届けできていると思いますので、そちらも合わせてね、ご覧になっていただければなというふうに思います。楽しかったです。はい。
ということでね、また機会があればこちら戻ってきたいなというふうに思います。ということで、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。で、私の動画の方では、こういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいておりますんで、こちらね、まだされてない方、ぜひチャンネル登録、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。